お疲れ様です。ラットです。そして滑舌失礼します。こっからあげ。よいしょ。よいしょ。え、天狗とくん。はい、どうも。天狗です。はい、というわけで、今日、まあ、久しぶりにね、動画撮っていこうと思うんですけど、今日はね、まあ、マルチをまあ普通にやっていく形にはなるんですけども、はい。ですね、僕は、そう、今日はですね、このクロスボウですね。はい、チェーンクロス。ラットが？そう、僕クロスが下手くそで定評のある僕なんですけど、そんな僕でもクロスボウを最近練習しております。理由はなぜですか？理由はですね、そのまあリーグ、今そのクラルリーグがあって、そのルールでそのタイブレーカールールっていうものが採用されてるんですよね、はい、でそのタイブレーカールールっていうものが、その引き分けだった時に、はい、タワーのダメージ削ってる方が大きい方が勝ちってなって、引き分けっていうものが存在しなくなるんですよ。引き分けでももう削ってる方が勝ちになって、そのルールだと、その最後の最後にロケットを決めたりだとか、そのなんだろう、そのダメージをね、やっぱスペルが結構重要になってくるんで、うん、そういった中でこのチェーンクロスボウっていうデッキがその強い、そう、強いっていうわけでね、最近私練習しております。ワンちゃん今入ってるか分かんないんですけど、一番部屋にフチバイセンもいて、なんかマルチでカリカリしてて、なんかうにゃうにゃぐちゃぐちゃ言ってるんですけど、うにゃうにゃ言ってよ、本当に、まあ、はいまあね、はい、今日はね、はい、まあ、こんな感じでやっていきたいと思います。というわけで、ちょいとフチバイセンがうるさいですね、あなた。ちょっと静かに行きましょう、はい、あなたうるさい。で、ちょっとマルチね、今季全然やってなくて、タワー12とか、まあ、今回13ですけど、もしかしたら12とか当たるかもしれないですけど、そこはね、勘弁してもらえたらいいかなと思います。はい、よいしょ。というわけで、やっていくんですけど、立ち回りはね、俺がまあどう説明すればいいんだろう。いつから使い始めたの？言うてでも、今年、最近。まだペーペー。そう、まだペーペー。まだペーペーなんだけど、マジで、めちゃくちゃ練習してる、本当に。いや、それはね、たまたま。よいしょ。これはね、まあこのクロスボウはもう延命できないんでね、アイスグレムも咲いてるんで。よいしょ。そう。よいしょ。そこのアイスイズが、あ、お下げ。めっちゃおしゃれなことしていく。あ、まあまあまあ。まあまあまあ。まあまあ、これはね。ペイペイなんで。ペイペイなんで。ペイはこっちの方が。ね、許容してきますね。で、このクロスボウを使うのに結構タルババとか、ライトニングっていうのがすごい厄介にはなるんですけど、うん、そこで、ね、もう最近もう身につけたんでね、勝ち方をちょっと教えていきたい。もうね、このクロスボウの勝ち角からの引きこもりがすごい楽しいんですよ。言ったら性格悪いみたいなこと思われるかもしれないですけど、いや性格悪いけど、マジで本当にそれが楽しいんで、それをね、みんなに教えかえ教えたいですね教えたい。よし、というわけで、敵がすごいね、これ。ダクプリランバーベビードラメガナイト、ゴレのやつがメガナイトになってる。そう、確かにゴレのサブ枠メガナイトっすね。メガナイトな、まあ、言うてっすね。なんか見た感じきつそうだけど、重量級にはそんな攻めクロスして大丈夫なんですか？関係ないっすね。おや、せめて、よしょ、ここで多分メガナイトかな。今メガ押されてメガナイトなんで、よいしょ、あれをタグ取って、でもこれあれだ、あ、ごめんなさい、これよくないかも。これメガゴとメガゴプラスアイスイーズとかで本当は遅延させつつ相手のユニット処理するのがまあ理想なんですけど、なんかえげつ、一旦ね、ここはしっかりタグ取ってきます。で、これメガゴが消えるタイミングでクロスっちゃ切りますね。そしたら今度はメガナイトが相手回ってないんで、ダックプリランバーぐらいで受けてくるんで、ここをしっかり延命していって、まあ、スケが溶けちゃったんですけど、それは、ね、相手のタルババがうまいっていうわけで、よいしょ。このやっぱクロスが通るときと通んないときがあるんで、このメガナイトとかいると結構通りにくいですね。なんでそういうときにその無理に通そうとするんじゃなくて、一回ふざけんなよ、一回、まあその捨てると言いますか、攻めでは攻めるんですけど、無理に通そうとせずに一回受けて、そのままねユニットアイスイーツとか、まあ運が良ければメガゴも防衛で残ってるんで、そこに2周目クロス当ててあげてしっかり通すっていう形ですね。はい、結構ガチで内林さんの機嫌が悪いっていう、まあまあまあ、結構ガチピーが入る、ピーが入る、はい、
珍しいな。というわけで2戦目ですね。でロケットがもう628。あれこれ何12。まあ12、まあまあまあ、そういうこともありますね。よし、これははい、タイドってとりあえず迫撃置いてきたんで、はい、これでタケ取りつつ、まあ、壊していきます。このケアはウッド、いやまあだって結局いいかなって、その今ウッドを割いちゃうと次クロス展開した時に相手がアウトローとか割いた時にどうにもできなくなるんでね。なるほど、あーこれな、これこれ、これおお、まあまあまあ、ここはねちょっと把握ですね、相手に何があるか。タレババ転がしたやつずっとクロス殴られるんですけど、スケルトンでね囲んであげるとターゲット取れるんで、出すの早すぎると、そうですね、タレババで転がされちゃうんですけど、だからスケルとかは本当は取っておきたい。そうなんですよね。めっちゃ切ります。回転ですね、回転で防波撃かな、防衛迫撃も本当はこのスケルトンとかアイスゴーレムでターゲットを取ってこのクロスボウを延命したいんですけどね。ここは攻めます。よいしょ、アウトロにはどんどん打っていきたいですね。これあと吹き矢をメガゴでシュパッてやると多分もうこれでこのクロスが結構入りますね。でもタルババで、タルババはな辛いんですよねマジで。まあ、リーグでもなんかタルババ版でクロス使ったりは、そうそう、なんか結構、ね、結構多いですね。もうタルババ版だと、あ、もう遅延クロスかいみたいな。いや本当にそんな感じで、逆にタルババがないとクロスがめちゃくちゃ強いみたいなのがありますね。よいしょ、あ、これアイゴレターゲットってるか、まあいいや。でもウッドとかでも相手のタルババ剥がせるんで、あ、でもアウトローには打ちたいですね。よいしょ、これ多分タルババ来る、あ、来なかった。よいしょ、さては、でもここはまあ1回待ちですね。1回待ってここのクロス相手捨てて、この2周目、2周目かもう何周目かとかも分かんないですけど、でこれちゃんと迫撃をね残すためにスケでターゲットを取ります。あなたが使ってるのは、はい、あなたが使ってないクロス、ね、クロスです。これもうあれですね、もう延命タイム入りました。クロスを延命させると、よいしょ、これでしっかりやめしていきます。はい、というわけでこうなるともう勝ちですね。相手にリセット系のカードもないんで、でもここからは茶切りタイムです。これこれもうね私服の時間。いやだ。まあ、ロケット628のウッドが123なんで、よいしょ、しっかり、わかんないです。まあでもなんでそのマジで上手い人とかはなんだろう、600とまあ100でスペルだけで700なんですけど、もう1500-600になったらもう防衛クロス置いて、もう攻めのロケット剣で言うから、ね、そう、もう1500とか600とかになったらウッド転がして、はいウッド転がして、ロケット、はいウッド、はいロケットみたいな感じでね、もうスペル圏内になるんでね、そういうところの、まあ、使い方も防衛がすごい大変になるんですけどね、大事になっていきますね。なんでしっかりこのスペルのダメージを覚えておくのも大事ですね。勉強になります。本当か、これちょっと無視します。この引きは防衛ちょい、ザップは81で間に合わなかったんで無視してこっち攻めにつなぎます。おお、よいしょ、でウッド構えて、あこれでもウッド打ちます。このクロスはちょっとでも残したら絶対強いんで、よいしょ、フリーズまで使ってるってことはやっぱ相手苦しいってことなんでね、よいしょ、いい、あこんぐらいですかね、こんぐらいで、ほぼほぼ、そうそうそう、もうこれはロケット圏内というかスペル圏内ですね。ここでまあさっき言ったやつをやると、これ多分インドラマ無視で大丈夫ですね。ケンツメシ君動画、ケンツ動画ですね。序盤からクロスボウケメゲもうバンバンかけるの、いやバンバン立てる。あのね、その上手い人のリプレイ見たんですけど、グロ1位とか普通にまあその遅延クロスでね世界一上手いって言われてる人がいるんですけど、その人見たんですけど、そのリプレイとか、あなんかその初めの方からとりあえず防衛クロスみたいなのあるじゃないですか、相手のデッキ分かんないからとりあえず防衛クロスみたいなことしないんですよね。しないの、うまい人初手で受けるの、違うね、初手で目の前に敵そうとかはしないんですよね。勘違いしちゃうよそれ。そういうのはしないんですよね。経験みたいによろしくってチャキって。いやマジでそのそう、うまい人マジそれをしないんですよ。この
うまいクロスボ使いは。なんで、ま、最後でケツ、あ、ケツスケからのネゴゴ。しない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 です。で、相手ホークなんで、ちょ内側に置きます。あ、でも、でもおられないとさ思ってるんで、ワイは。押し上げ。よいしょ。これもう、もうウッド削りじゃなくてロケット削りでもいいんですけど、あ、痛い。待って、ごめんなさい。はい、行きます。ゆー。この吹きは美味しいですね。たまたま当たります。わかりません。これでもちょっと恥ずかしい、この吹きは許容できますね。ちょっと恥ずかしい。いや、じゃたま出てきただけだから、たまたま。これもあれですね。あの、嫌われるやつ。しっかり引き込みます。これでも、打っとってあげたら、てか、ISG が優秀ですね、しかも。よいしょ。で、まあ、しっかり防衛クロスをいって。もうこれ、トルネードもあるんでね。勝ちですね。あとロケット一発与えてあげたら、相手もちょっと嫌だよね。焦って攻めてどんどんリズムがねどんどん崩れていくっていうやつですね。でここからの攻めクロスにつなげたりもできるんでね。まあ、じゃあクロスボウをマジで今後もしかしたら増えるクロス使いになってるかもしれない。マジでリーグで逃げる日もないこともないかもしれないですね、真面目に。はい、なんで、まあ、今日はこんな感じで、まあ、チェーンクロスの動画になったんですけど、またね、ちょチェーンクロス、どんどん出していこうと思うんで、はい、ぜひぜひ、まあ、リーグの方も、もうリーグ一応後半戦、うん、シーズン1後半戦、後半戦いってるんで、まあ、ぜひね、リーグの方も応援よろしくお願いします。というわけで、終わりにしたいと思います。じゃはい。ほーいって。じゃあ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。